で、この電車内で、懸垂してるような、ちょっと生きって懸垂してるクラゲのとこで、まあ、タコ状態になって、潜るんですけど、ここで解除すると、挟まっちゃって、はまっちゃって出られなくなっちゃうんですよ。ここで、くるくるすると、なんと、外出れるみたいなんですけど、あれ出れないじゃん。え、出れない。ジャンプとかした方がいいのかな？ジャンプした方がいいのかな？あ、出れた！イカの状態で、こんな風に、イイダと、ヒメちゃんを見ていると、まあ今まで通り、ポーズしてくれるんですけど、これをタコに変えると、ポーズが変わるみたいです。で、今これイカなんで、イカの状態でいきます。こっちに気づいた。イータちゃん気づいた。ヒメちゃんが左手で、クイッとやってくれたんですけど、これをタコに変えると、変わるみたいです。はい、タコに変えてきました。タコね、帽子の中に髪の毛入っちゃうから、よりショートカットになった感じするけど。めちゃくちゃスリム。ってことで見ていきましょう。さっきはね、ちょっと気づいて、左手でヒメちゃんがヒュイってやってくれたんだけど、イーダちゃんは手振ってくれましたね。あ、気づいた。テンタクル、ポーズ。今いる場所がヒーローモードのエリア5にいるんですけども、このピンクの棒にイカちゃんが当たると服が脱げるみたいです。このパイプみたいなね、このくるくる回ってるやつに当たるとイカの服が脱げて、あの下着が見えるそうなんで、ちょっとやってみます。いきます。ドン。見えてんのかな。あ、見えてる。この黒いこのすくみずみたいのが、これが下着みたいで。このステージの特殊な攻略方法があるんですけども、わざわざこのインクをね、補充する必要なくて、この角っちょからジャンプします。こんな感じでジャンプして、はい、で次も爆風だけでいけます。はい、するとタコゾネスがいます。こいつを一発で倒したい。倒していく。もうインクね、今4発ぐらいしか打ってないんですけどね。で、もうクリア。早い。早すぎる。スナイパー、あそこのスナイパーがいる後ろの間欠泉。あそこの間欠泉を、タイミングよくジャンプすると、なんか上の看板乗れるみたいなんで、ちょっとやってみます。行きましょう。ボールをうまくね、障害物として使ってかわしつつ、近づいていく。ここで、ジャンプすると、なんか看板に乗れるみたいなんですけど、ん？あ、ほんとだ！勢い余って乗れるってことか。乗れちゃった。なんか結構時間かかるかなとか思ったんですけど、一瞬で行けましたね。ほんとだ。すげえ。上から見る景色すごい。乗れちゃった。この絶妙なね、壁に張り付くことによって、ここでずっと避け続ける、もうマジで意外な攻略方法。これもね、30秒耐えるのきついんだけどね、言うて。ここにずっといることで、この8ボールの大群を避ける。避け切ることができるのだ。危ねこれ、気抜くと落ちちゃうからね。まあ、ここにあるわけだから、この角っちょ。多分この角っちょが邪魔して、いけないんだと思うんだ。だから看板が、ないとこでやった理由は、この端に、右端に乗るためだと思うんだよね。右端狙っていこうかなって、思います。ここだね。あっ！入った！あ、入った！これよ！これ
これをやってて、味方これ縄張りバトルでやってて、参加しなくて負けちゃったっていう。あ、こういう風になってたんだ。なるほどね。貫通してんじゃん。